コマザアルファ星は太陽系から190光年離れた位置にある連星系でコマザに4等星として輝いている。コマザアルファ星はスペクトル型 G 型の巨星とより高温で半径の小さい A 型の主系列星から構成されている。2つの天体の質量は太陽質量の2倍程度で公天周期99日の円軌道で共通重心を周回している。 万星は、化学特異性の一種であるアム星にも分類される。構成進化論に基づく推定では、K が形成されたのは、現在から7.4億年前とされている。1897年、コーマザアルファー星が連星であることが発見された。20世紀中期頃には巨星である主星の方が、質量が小さいと考えられており、これは、 質量の大きい構成ほど寿命が短いという構成進化論に矛盾していたため、二つの天体の間で質量の輸送が起きた可能性が論じられていた。しかし、この現象が起きるには、連星間の距離が離れすぎているなど不可解な点があり、さらに1978年のパイクラの研究で、主星の方が質量が大きいことが示されたため、 現在ではこうまずアルファー製の構成の間に質量の輸送が起きていたとは考えられていない。主星が G 型の巨星である点や、離心率の低い軌道を100日程度の周期で、好転する連星系であるという点では、魚社座の一等星カペラに類似している。型有名の北タルファは、アラビア語で馬の部分を意味すること、アットアルファラスに由来する。これは、 アラビアでの星座の名前で、もともとトレミーのアルマゲストの中でコーマザの領域が、馬の前半分を意味する、パイパイウプシロンパイロータウプシロンイートとされていたのが伝わったものである。2016年8月21日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、キータルファをコーマザアルファー製の固有名として正式に承認した。中国では、 巨宿の保守環境の第二世であり、巨宿2と呼ばれる。ありがとうございます。